栃木の名店を訪れて美食をめぐる栃飯。宇都宮市のオリオン通りの中に店を構えるバーグランクール。店内にはずらりとお酒が並び、おしゃれにカクテルを楽しむことができる人気スポットです。一方でこの店の人気を支えるのが本格的な肉料理。今日ご紹介するのは、肉料理を得意とする店の個性が光るリゾットです。シャルキュトリーなので、生ハム、原木生ハムというのを、販売してるんですけど、それの骨で取ったスープストックで、炊いてます。黄金色に輝くのがそのスープストック。フライパンにたっぷりと注ぎ、生クリームを入れて煮立てます。そこへ入れるのは、同じく黄金のスープストックで茹で上げたお米です。客席に場所を移し、最後の仕上げを、くり抜かれたチーズ、グラナパダーノの中に熱々のリゾットを入れて、濃厚なチーズをまとわせます。チーズの中で仕上げる濃厚リゾットの完成です。できればワイワイガヤガヤ、写真を撮っていただいたり、そのエンターテインメント性もあるので、そこはみんなで楽しんで食べていただければなと、グランクールの濃厚なリゾット、気の置けない仲間とともに楽しんでみてはいかがでしょうか。